ちは。こんにちは。はい、あみちゃん。はい。はい、じゃないよ。何ですか。何が。いや、なんか久々に豊かさんと会う気もしますよね。そうだな。プロ野球ニュースで被らないもんな。そうなんですよ。もうデーブさんとしかも毎週会わない。いや、だから木曜日出てないから。俺一回も。そう。え、豊さん今何曜日？金曜日。ああ。それ知らない。え、知ってます。もうそれアウトだから。知ってますけど、カーか金どっちかの。カーが真中さんか。なんか。違う。火曜日は野村さん。水曜日が。あ、そうだそうだそう。もう全然見てないだろう。いや、本当そういうのよ。いや、ちょっと待って。はい、全然見てないだろ。いや、見てます。本当か。家にいたら見てます。家にいたら録画してまで見ない。録画ができないんですよ。稼いでだろ、だいぶもう。いや、稼いでない、全然稼いでない。嘘つけもん。もう豊さんの足にも及ばないです。いやいや、そんなことない。それ足にもって、足元にも、ね、足元にも及ばないそれ出していいから、取らなくていいからさ。あ、大丈夫ですか。うるさいからお前、テレビ人間になったら。なりました。もうこんなもろ見えてるからね豊さんはいいんですよ、いやいや、そのままで。あ、そうか。あ、スポンサーいるからな。いないです。おいおいおい、あのさ、いろいろ質問していくよ。はい。神スイングってさ、うん、何年ぐらい前に言われたの？あれもう4年前ですね。それなんで言われるようになったの？なんかあの車のウェブ CM がありまして、それが出て1ヶ月ぐらい経った時にヤフーの記者さんが、彼女はまさに神スイングだって記事を書いてくれて、ネットの記事を。それなんでスイングしたの？なんでスイングした？オーディションに良かったからです。それは何、はい、その事務所からそういうコマーシャルがあるから行けって言われて。そうですね、はい、そこでバット振るシーンがあったの。ありました。バット振ったり。じゃあそのオーディションに来た人間は全員バット振ってんの？振ってます。もう老若にゃんにょにゃんにょ下から上まで男女の方に使わなくていいから全員とかでいいから。全員、皆さんやってます。なんか300人ぐらい来たんですけど。おー、そう、はい、その中で一番綺麗なスイングで選ばれた。それから神スイングって言われて、はい、それからプロ野球ニュースに入ってきたの。そうです、その20歳になった時に初めてプロ野球ニュースに入ったのかな。うん、だから22、21、22、23、4年目です。もう23。はい。うちの三男坊と同級生だそう、大輔君と高校の同級生なんですよ、まず。なあ、はい、びっくりしたよな。で、神スイングって言われるのは、はい、まあ、小さい頃から野球やってたんでしょ。やってましたね。で、鈴木誠也が敵だったんだな。はい。え、でも敵ってほどでもないんですよ。いや、敵だって言ってた。まあ一応敵ですけど、対戦したことがあるという。でも一つ上なんです、鈴木誠也さんは。それ何、ピッチャーさんなんじゃん。私はもともとピッチャーです。それで対戦したことあるの？いや、でもその試合は多分1個上の試合なんで、私は控えでランナーコーチャーとかやってたと思います。もう本当やってたね。やってましたよ。何を今さら。いやいやいや、まあ始球式とかも行くじゃん。はい。まあ、結構いい球投げるし、はい、私始球式はダメなんですよって言われて、うん、一発になった時ちょっとキャッチボールやったことはあったよね。はい、ありました。もう結構力のあるボールも投げるし、回転のいいボールも投げるけど、はい、なんで一発になったの？なんで？多分プレッシャーが多すぎて。何のプレッシャー？中2日で投げるんですよ。私お前ローテーションピッチャーか。いや、でも本当に1球だけなんですけど、まあ、ソフトバンク戦投げる、で中2日空けて日ハムで投げるとかだったんですよ。でそれが多すぎて、いろんなスポンサーさんが絡んできて、もうあみちゃん頼むよ、最速投げてよみたいな。毎回もう最速ストライクって言われるんですよ。でそれがもう本当プレッシャーすぎて。プレッシャーなんの？なりました。プレッシャーかかるタイプ？かかるタイプだったんですよ。最初はもう、ね、何も考えなく投げてたら、素直にね、はい、まあ、ストライクで真ん中入って、まあ、100そこそこ出てたんですけど、それをいろいろ繰り返していったら、私もなんか知恵がついてって欲が出てくるんですよ。もっと早く投げたい、もっといい球投げたいみたいな。それが負の連鎖になっていって崩れていった。テイプスになったって、はい、今は全然回復しました。いや、俺はあのバッターに当てちゃいけないとかさ、はい、いろんな神経使いすぎて、はい、イップスになったのかなと思ったけど、それは全く気にしない。こっちの方なんだ。いや、そっちじゃないじゃ、そっちじゃなくて、まあもちろん当ててもダメなんですけど、うん、でも避けれるから、100キロそこそこは避けれるからって言われて、もう何も気にせず投げれるようになりました。これ12球団制覇したんだっけ？まだですよ。どこ？あと広島カープさんと読売ジャイアンツさんです、ね。なんで読むくらい？引きがないんじゃないですか。ちょっと投げたいな。投げたいんですよ。まあ、とりあえずカープ投げたいですよね。なんで？あの投げたいです。あの松田で、松田で投げたい。松田のマウンドは踏んでない。踏んでないですね。スタジアムの土を踏んだこともないです。
観戦も行ったことあるんですけど、中に入ったこともないんですよ、球場の。でもその10球団は投げてるわけじゃない、はい、投げてます。どこのマウンドが一番良かった、まあ、その中だと、まあ、その2球団以外投げさせてもらったんですけど、もう一番は甲子園が。そうそう、それはなんで相性がいいんですよね。2回投げさせてもらったんですけど、2つともストライクで100キロ超えて投げてたので。そこお前プロ的じゃない。いやそうじゃなくて、はい、こう出て行った時に、はい、歓声がすごいとか、球場の雰囲気が良かったとか、でもそれはそれぞれのいいところがあるんですけど、でもそう甲子園、まあ、例えばさ、野球やってたからさ、女性ながら甲子園とか、はい、野球続けたら行きたいなとか、うん、そういうのはなかった。あ、もちろんありました。あったでしょ。やっぱり憧れてた場所で特別なものがありましたね。そこ言ってよ。そこめっちゃ相性が良かった。でも相性はめちゃくちゃいいんですよ。相性はとにかく良くって、いやだって100キロを超えてるんですよ、2回とも。いや知ってる。103と102かな、確か甲子園は。でそれで、はい、そのストライクが入ったからとかはもう関係なく、はい、なんかあここ良かったなとか、そう思い出の場所みたいなのない。どこだろう、まあ、屋外球場は全部気持ちがいいですよね。ゾゾマリンにしても生命パークにしても。ゾゾマリンは風が強かったね。風は私なかったです。ないんです。ゾゾマリンももう3回ぐらい投げてるのかな、うん、3、4回投げさせてもらって。そんなに投げてるの。多いですよ。名古屋ドームとかも4回ぐらい投げてますし。すごいな。京セラも4回ぐらい投げてます。でもマウンドの傾斜とか気になるの。いや名古屋ドームは気になりましたね。お硬いんですよ。おそう。で、であとある CM で名古屋ドーム使って撮影もしてたんで、うん、だからもう結構ジクジしてる硬さとかなのでそういうのを踏まえた上で投げれることができました、名古屋ドームは。でも傾斜がきついだろ。ちょっときついですね。で私最近いろんな速い球を投げる芸能人の方がいるじゃないですか、男性でも女性でも。男性は大体スパイク履いて投げてるんですよ。皆さん結構スパイク履いて滑らないようにしてるんですけど、私はスニーカー履いてるんで滑るんですよ、名古屋ドームと京セラは。気になるんだ。気になります。ちょっとスパイク履かない。履かないです。なんで。もうこれは決めてます。多分スパイク履いた方が速い球も出るのは分かるんですけど、なんかその後の処理どうしようみたいな。稲村に亜美あんな荒らして帰ったよって言われるなって思って。いやそれはしょうがないじゃん。いやでもやっぱり始球式なんで、やっぱり。じゃあそうしたら折りたたみのさ、はい、押し切りかなんか入れといて、はい、投げたとかってこうトンボかかそれ受けるよ絶対。絶対面白いです。面白いだろ。じゃあもし本当に12球団最後ってなったらそれをさせてもらいたいですね。スパイク入って、スパイク入って。でも最後が分かんないじゃない。そうですね。だからまあ11球団12球団っていう積み重ねをして、まあ多分次11球団目ができたら12球団目もなんかその流れでできる気がするんですよね。その最速は何キロなんですか。始球式だと103ですね。もうちゃんとした球場のガンで103ですね。他で測った時他は105、あの手持ちのスピードなんで。それ納得いかない。うーん、そうですね。でもスピードにあんまりこだわらなくなった。なんでだよ。なんかやっぱり速い球投げれたらいいんですけど、3桁投げれたらそんなに変わらないんですよね。でもさ、まあ、例えばその女子野球上がりの人とか、はい、いろいろ速いボール投げたりとかするじゃない、はい、それやっぱ気になる。気になりますけど、なんかそれメラメラくんの。越されたらメラメラ来ますけど、まだ始球式の最速は私なので。女子の。はい。そうか。そうなんですよ。始球式だと私が最速です。じゃあタレント部分でなんだろう。そうです。なアスリート部分。アスリート、まあ女子プロにはもちろん負けますけど、他は大丈夫だと思う。そう、はい、やっぱそこら辺のなんかこだわりみたいな、プライドみたいなのあるの。ないことはないですね。結構負けず嫌いか。負けず嫌いです。でもまだあの大丈夫ですね。もうこのライン。このラインここがもう無理ってラインだったらこのラインです。そう、はい。なんか対戦したやつがいる。一球勝負とか、この子はいいボール投げるなみたいな。それはタレントとかですか。もうタレントとかでもいいし、女の子の、全くないです。リサーチしてないの。いや、リサーチしてないわけじゃないですけど、けどそこはしたいとは思わないです。ちょっとリサーチはしてる子は誰、名前誰だろう。今で言うとやっぱり坪井美里ちゃんとか。坪井美里さん、はい、
美咲ちゃんはもともとヤクルトのあれサポーターやってた子です。あ、そうだっけ。そうです、そうです、そうですよ。俺も知ってるんだ。多分お会いしたことあると思う。そうだよな。うわ、それ言ったら豊かさんのリサーチ不足じゃない。いやいや、それは何、はい、早いとも投げるの。美咲ちゃんも水野の計測器で107を出したらしくて、なんかこういう水野のなんとかボールっていう。じゃあお互い対戦すればいい。いや、私が投げてる一打席勝負。興味ないですね。見てる人はものすごく見たいと思う。いやでもなんか対戦とかいいですね。楽しくやりたい野球は。楽しくやろうよ。いやだからその対戦を楽しめばいいじゃん、はい。まあ、草野球程度でしたいですね。草野球で草野球チームができるんだよ。その中の一つの企画としてやる。あー、いやでも敵と味方に分かれて、いやいいですね。まあ、でも美咲ちゃんとは昔にしたんで対戦は。どうだった？テレビの企画でどうだった？勝ちました。どうだった？だからやっぱり勝ったままなんで負けたくないんだ。